どうも影庵です。今週もというか毎週木曜日が僕はお店が定休日なんでね、買い物を行ってるんですけども、近所にねコスモスというあのドラッグストアがあるんですけども、そこで、いつも買い物をしています。今日もねたっぷり買ってきました。じゃあ一個ずつ見ていきましょう。まず、これですね、コーヒーですね、無糖のコーヒー、これが、アイスコーヒーですね。アイスコーヒーにするやつ、これが日本で、これが炭酸水ですね。炭酸水が2つ、これはあれですね、ハイボール用に、買ってます。で、これがサラダチキンですね。サラダチキン、これがね週5日間のその糖質制限というか食事制限をする時のサラダチキンですね。晩ご飯のサラダチキンで、こちらがちくわですね。ちくわ2つで、納豆が2つ、これ一応家族3人分の、ものになります。でキムチが今回は2つですね。キムチ、牛角のキムチ、これ美味しいんですよね。これを買ってます。で豆乳ですね。これはまあ親とかね、自分も飲んでるんですけども、筋肉をね落とさないために買ってます。これを飲んでね、大豆タンパク質を取ると。でこれ蜂蜜、これは、父親が、食べてる蜂蜜ですね。で、ここからまた行きます。でこちら酢豚、これは、中華名菜の酢豚なんですけども、これを、今日僕はいつも作るんですね。で家族の負担を、ちょっとでも和らげるために作ります。これが、黒豚入り餃子、ちょっと初めて買ってみました。で、僕の好きな、豆腐ですね、けんちゃん豆腐ですね。けんちゃん豆腐、これですね、これが2つ、これが2つですね。でこれが、今日の昼ご飯で食べようと思ってる、パンですね。でこれは、家族が食べる、リングディニッシュドーナツですね。これ毎回買ってます。でこれは、食パンですね。食パンということですね。でこれが、ざく切りキャベツですね。これは、後で見せよう。あ、これかな、これですね。これ今日僕が作るんですけど、これに使う、キャベツになります。でこれも買ってます。これとさっきの、酢豚を、作ります。今日はね。で、これが、ハッシュポテトですね。これが結構ね、家族が食べたりします。でこれが枝豆なんですね。今日この枝豆初めて買ったんですけども、これは、昼ご飯にね、ちょっと足りひん時にこれを食べるんですね。食事制限をしてる時に、食事制限で足りひん時にこれを食べるということですね。で玉ねぎと、玉ねぎはさっきの、これですね、牛ホルモン炒めと、酢豚ですね。酢豚で使う。でこれはちょっと初めて買ったんです。ハンバーグですね。これを今日の、晩ご飯でねプラスしていこうかなと思ってます。でこちらが、ダイエットには敵になる、ポテトチップスですね。これをチートデイは僕は食べるんですね。これを、2つですね、ポテトチップが2つで、カップ麺なんですけども、天理スタミナラーメンのねカップ麺、これを2つ買ってます。これは親父の分とですね、僕の分と。で今日の昼ご飯で、このどん兵衛を食べるということですね。で、最後が、チョコパイですね。これは家族が食べますということで、今日の買い物はこんな感じですね。ちょっと見えないかな、こういう感じですね。こんな感じで、買いましたということです。ということで以上となります。ありがとうございます。